メジャー事故最長タイの8イニングで10奪三振など5安打2失点と好投したが勝敗はつかず10勝目2敗は逃した打席ではメジャー史上初めて投手でシーズン2度目の敬遠支給を受けるなどに打数無安打2支給1三振だった大谷が活躍してもなおエンゼルスは敗れましたと続くニュースの繰り返しに日本のネット界では これを略した、なおえ、という表現が流行したが、この日もまさにそうだった。米ニュースサイトのハロズヘブンは、エンゼルスは、球団史上ワーストタイのアスレチックスに今季19戦15敗。試合の負け方もひどいが、さらに最悪なのは、大谷翔平の今季最高の、断然に秀逸な登板の一つを無駄にしたことだ、と伝え。 球団地元紙ロサンゼルスタイムズも大谷翔平が決出したスプリットの品評会を開催だが目を見張るようなパフォーマンスもエンゼルスには十分ではなかったと報じた大リーグ公式サイトはセンセーショナルな二刀流の大谷は力強い8イニング10奪三振の投球で MVP 最右翼の地位をさらに確固たるものにしたが10勝目への挑戦は実らなかったがと伝えたドット 打席ではメジャー史上初めて投手でシーズン2度目の敬遠支給を受けるなどに打数無安打2支給1三振だった中継局 BS ウエストによればマドン監督は試合前大谷の投手としての今季がこの日で終了する可能性もあると示唆この試合後も大谷と話し合い体調がどうかを聞く今季ずっとそうしてきたように彼の話をフィードバックし 今後についての具体的な形を決め、先に進む、と語った。大谷は当初、17日の同カードに先発予定だったが、右腕の痛みで登板を回避。その際、今季はもう登板しない可能性もあると報じられていた。AP 電によれば、試合後の指揮官は、彼はマウンドでしていることについて感覚をつかみ、コンスタントに修正できる能力に非常に長けている。それでも、 去年初めて目にした時と現在との最大の違いは全球種の全体的な請求力だその中でも特に直球がそうだと口頭をたたえ今期の投資としての好調ぶりを解説したチャンネルへようこそ最新ニュース大阪府ニュースこのチャンネルでは日本で起きた様々な出来事ニュースコンマ 動画の内容が良かったと思っていただいた方は、ぜひ、チャンネル登録、グッドボタンを押してください、コンマ。グッド評価や、コメントをいただけたら、本当に嬉しいです、コンマ。よろしくお願いいたします。